歌い踊るカラフトアイヌ女性。布、をリング状に巻いた頭飾りは、ヘトムイエと呼ばれ、カラフトアイヌ特有のものである。1900年頃、撮影カラフトアイヌあるいはサハリンアイヌとは、かつて、カラフト南部に居住していた、アイヌ系民族である。トンコリやミイラ作りに代表される、北海道アイヌや千島アイヌとは異なる、文化、伝統を有することで知られる。 1945年のソ連によるカラフト占領によって、大多数のカラフトアイヌはカラフトを離れ、以後は北海道各所に散在している。カラフトと周辺の地形、カラフトアイヌ、またはサハリンアイヌの名前で知られているものの、実際にはカラフト全域に居住していたわけではなく、特にカラフト南部に集中して居住していた。これは、 カラフトアイヌの祖先が先住民を押しのける形で、北海道からカラフトへ進出していった歴史が関係していると考えられる。13世紀から近代に至るまで、カラフトでは、カラフトアイヌ、ウィルタ、ニブフの3民族が共存していた。また、カラフトアイヌは、全近代には、北海道日本海沿海部にも居住していた形跡がある。河野博道の調査によると、近代においても、 カラフトアイヌとヨイチアイヌは、母標の形が同じであり、これは、両者が、同一の文化圏に属するグループに属することを、示唆する。17世紀、シャ,クシャインの時代には、ヨイチ、テシオ、リシリ、ソウヤにかけて八郎へもんらに引きられる、アイヌ民族グループが存在したが、これもカラフトアイヌに連なる集団ではないかと、考えられている。また、 北海道アイヌによるカラフトアイヌ認識について、エゾ通詞の上原熊次郎は以下のような記述を残している。さてまた、当初より、ポロイズミペンまでのエゾをまとめて、メナシウンクルという、ノリ、東のものということ、北エゾ地、その外島の偉人を、レブンモシリウンクルという、ノリ、離島のものということなり、上原熊次郎、エゾ地名古を並びり定期この記述によると、 北海道アイヌは、カラフトを中心として、周辺の島々に居住する、者たちを、レブンモシリウンクルと呼ばれる一つのグループとして、認識していたという。アイヌ文化が成立する13世紀以前、カラフト、北海道東北部、千島には、オホーツク文化人が居住しており、日本からは、縮神、中国からは、ルキと呼称されていた。13世紀モンゴル帝国が没高すると、 アムール川川口付近に居住する吉里名を従えるようになった。1264年にはギレミの民が区外やまた佐藤が攻めてくるとセチェンカーンに訴えたためモンゴルは軍勢をカラフトに派遣し区外を討伐した。この頃カラフトに進出したアイヌ系集団がカラフトアイヌの祖先になったと考えられている。江戸時代。 カラフトアイヌは、アムールカ流域の諸民族と交易を行い、カラフトアイヌがもたらすエゾキンなどの部品はアイヌ社会、和人社会双方で尋常された。エベツ市対岸のカラフトアイヌイレイヒイシカリシ、ヤワタボのカラフトアイヌの石踏み1875年、日露間で、千島、カラフト交換条約が結ばれ、カラフトアイヌと千島アイヌは3年の経過措置の後に、 居住地の国民とされることになった。開拓市の長官、黒田清隆は、カラフトアイヌを北海道に集団移住させることを決め、方眼の松本重郎を現地に派遣した。一応、愛獣希望者の募集が行われたものの、アイヌ側の反発は強く、故郷の島影が見えるそうやならばという形で、妥協したというのが実態のようである。当時の南カラフトに在住していた。 先住民族は、アイヌを主体に2372人だったが、そのうち108個841人のカラフトアイヌが、宗谷へと移住した。ところが、翌1876年、黒田はカラフトアイヌを対岸に再移住させるよう部下に命じた。ソーヤならばという条件で、アイヌ内部を取りまとめていた主張は、突然の裏切りに憤死し、残った人々は銃で脅されながら、 強制移住させられたという。後からこの天末を聞き知った松本は激怒し、開拓士の職を辞して二度と戻らなかった。対岸のカラフトアイヌは政府から農業指導を受けたが、もともと漁業で生活していただけに収穫は芳しく、なく開拓士の保護政策も成果を上げられなかった。男たちはあくまで漁業で生きるため、春には熱田の二診漁、秋には 石狩りの酒漁へと出稼ぎをするようになった。1879年、日本全国でコレラが発生。タイガンのカラフトアイヌのうち74名が感染し、30名が死亡した。1882年、保護政策が打ち切りとなったため、アイヌたちはタイガン移民組合を設立する。百八十六年から百八十七年にかけて、またも、 これらと天然灯が大流行。大岸のアイヌのうち300名が犠牲となった。生存者たちの多くは石狩の来札へと移住し、組合事務所も移転したが、1892年から3年間も不良が続き、資金の損失により、組合の事業を縮小せざるを得なくなった。ポーツマス条約によって、南からフトが日本領となった。 翌年の1906年8月、カラフトアイヌの大多数は故郷へと帰還することとなった。内訳は帰還する者339名、北海道に残る者12名、行方不明者15名で、その人口は実に半数以下に減少していた。1945年にはソビエト連邦によって南カラフトは占領され、これに伴い多くのカラフトアイヌが北海道へと移住した。 カラフトアイヌ独自の楽器として、トンコリという弦楽器はよく知られている。現在では、カラフトアイヌのみならず、北海道アイヌや和人の間でもトンコリを用いた演奏がなされるようになっている。青森県の三内丸山遺跡に復元された、縄文時代の土吹き縦穴式住居。カラフトアイヌの縦穴住居は、これに煙突をつけた形式である、カラフトアイヌは、 他のアイヌ民族グループと異なり、柿用の家、サ瀬と陶器用の家、トイチセを持つことで知られる。陶器用のトイチセとは、縦穴住居のことで、松田伝十郎の北井団やマミア蔵の北江戸図説などにも記載がある。屋内には、いろりとともに、かまどがあり、樹皮で拭いた上に土を持った屋根には、煙突が突き出している。だが、トイチセの居住環境は、 通気などの関係で劣悪なため時代を減るごとに使われなくなってゆき、20世紀にはより寒冷な北部の集落でしか用いられなくなっていた。柿用のサチセは樹皮、特に映像松を用いて屋根を吹いていた。樺太東海岸の愛集落の蝶、馬粉家。衣服のアイヌ文様は、北海道アイヌとは微妙な違いがある樺太の気候は、北海道に比べ寒冷なため、 衣服の材料は、イラクサの繊維か、重皮を舐めしたものを用いていた。最も多く用いられたのは、トナカイやジャコウジカの皮で、他に、イトウやアメマスなどの魚皮を用いることもあった。ただしクマとヤマネコの皮は決して使われることがなく、またアザラシの皮で作った着物は、シンイと呼ばれた。ハレギは、シイは、イミ、セアイミと呼ばれ、肩に文様を入れるのが常であった。 カラフトアイヌの間で、たあ,あるユうこう意味といえば、晴れ儀か、日常儀でも上等のものを指していた。カラフトアイヌ語は、千島アイヌ語同様に現在母語とする話者が存在しないが、千島アイヌ語に比べると比較的言語資料が多く、残っているため、カラフトアイヌ語の教科書が作られるなどの動きが存在する。ABCDE 等2008 P344 ABC 伊藤2008 P345 ABC 鈴木1996 P46 鈴木1996 P47 AB 鈴木1996 P48 鈴木1996 P49 AB 鈴木1996 P50 山本1943 24から34ページ、山本1943、63ページ、北海道教育庁社会教育部分科科1987、19から20ページ、ありがとうございます。